おかわりラーメン丼。どうも、もしもしのマグロです。本日はですね、こちら天童市に来ております。本日はこちらのお店にやってまいりました、豊干しさんでございます。オープンから1年、天童市老いの森にある豊干し。本業は居酒屋ですが、ランチで提供するラーメンも評判のお店です。お邪魔します、ご主人。こんにちは。こんにちは、すいません、よろしくお願いいたしま す。ここは、居酒屋ということで。はい、そうです、居酒屋です。で、お昼はラーメンを出してると。そうですね、お昼から投資営業でラーメンも出しつつ、まあ、昼から飲んでもらう方がいたら嬉しいなっていう感じで。冷たいのいただけるって聞いてるんですけど、はい、どんなラーメンになるんですか。冷たいレモン塩ラーメンというのを。レモン塩ラーメン。はい。なんとも斬新な名前ですが、ラーメン好きな店主が居酒屋をやりながら作る一杯とは。お待たせしました、冷やしレモン塩ラーメンです。あ、もう黄色な、フレッシュな、本当夏といった感じの。おー、酸っぱい。塩味もしっかりと、お塩の味、塩とレモンが相性いいですね。美味しいな、これ。夏バテ気味の体に染みてくるというか、ガンガン食べれちゃいそうな。これスープは上のレモンだけのこの酸味じゃないですよね。そうですね、またちょっと奥さんが作ってくれたんですけど、自家製の塩レモンをちょっと1週間から10日ぐらいかけて作ってくれたのが最初にちょっと丼に。それで多分塩味が。さらにオリーブオイルを加えることでより味わいをマイルドに。そこに冷えた鶏ガラスープを入れれば、塩味と酸味、そして鶏の旨味が効いたスープが完成。そのスープに絡むのはキンキンに冷やした中細麺です。おしゃれなイタリアで食べてるみたいな。これレモンの酸味と爽やかさ。レモンを大胆にのせた夏に味わう爽やかな一杯。店主のこだわりはこのチャーシューにも。うまっ。なんだこれ、味が濃いな。山形さくらんぼ鶏っていう。出た、さくらんぼ鶏。まあ、山形料理の居酒屋でバイトさせてもらった時に出してたんですけど、その時驚異的にうまいの知ってるんです。それを使ってるんですか。そうです。それこそスープも柄は山形さくらんぼ鶏で取ってる感じですね。鶏の味わい濃いもん。さらに夜のメニューでも人気、自家製の煮卵もトッピング。うわ、こんなも完璧。半熟具合が、これもご主人が仕込んで。いやもう、そうですね、スタッフが。あら。奥様の塩レモンとスタッフの煮卵と、はい、でご主人がこうまとめ上げて、みんなで作ってるラーメン、まさに最高の一杯ですね。居酒屋とラーメン、どちらも妥協せず向き合う豊干しの次なる目標とは。山形のラーメンをいろいろ体験してもらいつつ、はい、昼からベロベロになってる人をいっぱい作りたいなと。俺もそうなりてー。ちょっと生ビール一杯お願いします。お願いしますよ。奥さん。いや、本日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ごちそうさまでした。